脂質量の少ないペットフードの見分け方。エネルギーあたりに知る方法。じゃじゃん、皆さんこんにちは。今回は脂質量の少ないペットフードの見分け方をエネルギーあたりにして比較する方法です。ダイエットや超リンパ管拡張症のような病気のために低脂肪食が必要な場合がありますが。 フードのパッケージの表示を見ただけでは見分けられないことが多いです前回は同じタイトルですが乾物あたりの説明をしたので今回はエネルギーあたりで区別する方法についてですではまず問題ですあるドライフードはその 100g あたり粗脂肪が 10g エネルギーが 360kcal ロロでした 缶詰はその 100g あたり、粗脂肪が 5g、エネルギーが 90kcal でした。エネルギーあたりで比較する場合、粗脂肪量の少ないフードはどちらでしょうか。正解はドライフードです。 ここに出てくるエネルギーあたりで比較という条件が前回のの物あたりの比較とは違う箇所です。この問題の解説の前に今回は脂肪酸について少しお話しします化学式が出てきて楽しいよー脂肪酸にはオレイン酸やリノール酸エイコサペンタン塩酸の EPA ドコサヘキサ塩酸の DHA などたくさんの種類があります食材で含まれる脂肪酸の種類や量は異なり例えばオリーブオイルはオレイン酸が多く魚油は EPA や DHA が多く牛脂にはパルミチン酸が多く含まれています脂肪酸はエネルギー源になるほか細胞膜の主要な成分です 脂肪酸は体内で合成できる種類もたくさんありますが、リノール酸のように合成できず、食事から摂取しなければいけない必須脂肪酸もあります。体内の脂肪酸の合成については、前回の幹物あたりの回で説明したので、今回は、 脂肪酸の素敵な役割について化学式を用いて説明します化学や化学式が苦手でもわからなくてもアートや絵文字のように眺めるといいよ脂肪酸の中でパルミチン酸、リノール酸、アラキドン酸、ドコサヘキサエン酸を化学式で表すとこのような形になります どの脂肪酸も両サイドは同じ形です。真ん中のギザギザした部分は鎖に見えるよね。鎖にしか見えないよね。薬だね。ここに示した脂肪酸はこの鎖の部分が長いので、調査脂肪酸とも言います。一番上のパルミチン酸は同じギザギザの連続だけど、他の3つの脂肪酸には、 二重になった部分があって、これを二重結合と呼びます。分かりやすい名前だね。一番下の DHA はこの中で鎖が最も長く、二重結合もたくさんあるね。二重結合のある脂肪酸は二重結合の位置で折れ曲がりができます。 ここに二重結合のないパルミチン酸と二重結合を一つ持つオレイン酸があります。ここではオレイン酸も直線上に示していますが、こんな感じに折れ曲がります。直線上のパルミチン酸と折れ曲がりのあるオレイン酸のイメージ図はこんな感じです。この構造の違いが、 脂肪酸同士の結合の強さに関わってきます油脂には3つの脂肪酸がくっついた形の脂肪が含まれていますこの脂肪酸の種類と量は油脂によって異なり油脂の性質の違いになっています牛脂にはパルミチン酸が多く含まれますが パルミチン酸は折れ曲がりがないため、脂肪酸同士が3つにくっつき、牛脂は固まります。オレイン酸の多いオリーブオイルのように、植物油は折れ曲がり構造の脂肪酸を多く持ち、脂肪酸同士が密には集まれないため液体です。油脂の脂肪は脂肪酸が3つくっついた構造ですが、 細胞膜は脂肪酸が2つくっついた工場のリン脂質が主な成分ですリン脂質は化学式で表すとこのような形で脂肪酸の長い鎖の部分が2つあるのが分かります反対側はリン酸基がありリンの原初記号 P があります油は水に溶けないように脂肪酸側は水を避け リン酸基のある方は水を引き寄せるといいう違いがあります水分だらけの体内では水の苦手な脂肪酸側は水を避けるように集まるので細胞の膜は脂質に重層になります細胞膜があるために細胞の内側と外側を分けることができますが。 細胞内では ATP というエネルギーを作ったり酵素のようなタンパク質を合成したり有害な物質の処理をしたりと様々な反応が行われていますこの反応のために必要なものを取り込んだり不要なものを排泄しなくてはいけませんそのため細胞膜には コレステロールやタンパク質などが含まれ、細胞膜の流動性や物質の輸送に関わっています。細胞膜に流動性があることで、細胞内の反応や細胞の成長、分裂ができます。細胞膜の流動性は、長くて折れ曲がりのある脂肪酸によってもたらされます。皮膚も、肝臓も、神経も、赤血球も、あらゆるところに細胞膜があり、 すべての細胞がその機能を十分に発揮するためには、長くて折れ曲がりのある脂肪酸が必要です。動物が合成して作る量は限られているから、含まれている脂質を取りましょう。回答の解説です。問題をすっきり並べてみました。 ドライフード 100g あたり粗脂肪 10g360kcal 缶詰 100g あたり粗脂肪 5g90kcal です。エネルギーあたりで比較するのでエネルギーの値を統一して素脂肪を比較します。今回はどちらも 100kcal あたりにして比較してみましょう。 ドライフード1 0 0カロリーあたりの素脂肪を a グラム、缶詰1 0 0カロリーあたりの素脂肪量を b グラムとして火の式を作ります。今回は素脂肪対エネルギーの順番で火の式を作るとドライフードでは素脂肪10対エネルギー 360= イコール素脂肪 A 対エネルギー100の式になり これを解くとドライフード100キロカロリーあたり、粗脂肪量は約2.8グラムになりました。同様に缶詰も解くと粗脂肪量は約5.6グラムになり、ドライフードの方が低脂肪であることが分かりました。 今回はどちらも100キロカロリーあたりにしたけど360キロカロリーあたりで比較すればドライフードは計算しないでいいね楽ちん、ま、とめと補足素脂肪量の少ないフードを見分けるためには乾物あたりやエネルギーあたりの素脂肪量で比較しましょう。 フードのパッケージに記載されているフード重量あたりでは水分量の影響で正しく比較できません。脂肪酸にはたくさんの種類がありその長さそして二重結合の位置や数の違いで作用が異なります。 今回はリン脂質のことを中心に説明したけど他にも炎症や酸化反応など脂肪酸の作用はたくさんあって楽しいよ脂肪酸は細胞のすっこやかな活動のためにも脂質も摂取しましょう。 脂質は嫌われることが多いけど脂質のことを知るとどんどん好きになるよ脂質が大好きになっても取り過ぎちゃダメだよ低脂肪食が必要な超リンパ感拡張症のような病気の時は動物病院で食事の脂質量を管理してもらうと安心だよ。